1988年11月16日より、営業運転を開始した、低都高速度交通営団の通勤系電車である。2004年4月の営団ミニエ化に伴い、東京地下鉄に継承された。本校では、インドネシアの PT ケレタコミューターインドネシアに、譲渡された車両についても述べる。1988年に、東西線の輸送力増強及び5000件を置き換える。 ために登場し、幾度の仕様変更を経ながら2004年度までに重量編成43本が製造された。05K の車両数は1994年をもって5 0 0 0系を上回った。当初、東西線の車両冷房化はすべて 05K の申請で対応する予定であったが、同線は車両数が多く更新完了までの期間が長くなることが予想された。 このため、五千計に対しても冷房化改造をはじめとした延命工事を行い、最終的に同系列の置き換えは2007年となり、それまでの銀座、丸の内、日比谷各線に比べ19年という長期間を要した。また、計画では2005年度に最終編成として重量編成4本を申請し、最後まで残存する五千計をすべて置き換える計画であったが、 有楽町線、福都新線用の新型車両1万系の投入による計画の変更で07系が転入することとなり、05系の増備は中止された。また、東西線の混雑感は遅延防止を目的として2010年度から2011年度にかけて導入された。ワイドドア車体の新型車両も当初は本系列の第14次車として計画されていたが、 1>, 1万系の仕様を取り入れたことによる仕様の変更で新系列となる1万5000系として製造された。1989年12月20日、鉄道友の会の1989年グローリア賞を受賞した。これは本系列及び01系、02系、03系の各新系列車両に対しての賞である。 16年間にわたって製造されており、また途中での仕様の変更も多い。先頭車の全面形状も7次車までと8次車以降で大きく異なっていることから、以下では7次車までの 05K と8次車以降の 05NK に分けて解説する。同時期に計画が進められていた日比谷専用の 03K と基本設計は共通としている。 当初は本系列が先に登場予定だったが、日比谷線の輸送力増強が優先され、03系が先行登場することとなった。東西線は当時の A 段では唯一優等列車の運転を実施していた路線であることからスピード感を強調したデザインを採用した。前面は傾斜をつけて流線型に近くし、フロントガラスは 横曲線を取った曲面ガラスを使用している。同時期の 0X 系列同様に全小灯、微灯はコンビネーション化して下のラインカラー部に収めた。車体はアルミニウム製で 0X 系列では初めて長さ20メートル、片側4扉の車体を持つ。ラインカラーであるスカイブルーの帯をメインにアクセントとしてホワイトとダークブルーの帯を配している。 座席は、客大支持方式で、一人分の掛け幅は5次車まで 440mm である。座席の袖仕切りの形状は、千代田専用の6000系以来の流れを組む、網棚の高さまでつながっている形状のもので、第24編成まではほぼ同じ形状である。車内には、サービス機器として書く、扉上に、LED 式車内案内表示器、ドアチャイムを設置している。 運転台の主管制御機は縦軸回転式のツーハンドルでブレーキ設定機は電気指令式でノッチが刻んである。このグループの投入で置き換えた5000系の内配車となったのは70両で120両は東洋高速鉄道へ売却されて同社の線型として2006年まで使用された。第01から14編成主回路には 同時期に製造が開始された 03K と同様、素子に g t オサイリスタを使用した、高周波分巻きちょっぱ制御車で登場した。この制御装置は、MT 比1-1で、軌道加速度時速 3.3km、S を確保するために、高粘着制御と加速度一定制御を導入し、車両性能の向上を図ったものである。 台車は SU 民電式ボルスタレス台車を使用している。編成中の電動車と付随車の構成は 5M、5T で、主電動機出力 160kW、台、直波制御車の歯車比は5.73。制御方式はパンタグラフを2機搭載するレイゴから、200型とレイゴから800型は 1C8M 制御、1機、搭載するレイゴから500型は 1C4。 M 制御方式である。冷房装置はインバータによる容量可変式の能力 48.84kW。装置規制は角型となっている。補助電源装置は 170kW 出力の DC-DC DC コンバータを採用した。このタイプの電源装置は後の給仕車まで使用されている。座席は20メートル車体で、 一般的な3から7から7から7から3人掛けになって折り側窓は中間車の場合 WDBDBDBDW であるが同じ座席割を持つ第34編成以降とは窓割りの寸法が若干異なっている一時車1988年度製造の第01から03編成が該当する現存車は第1.3編成 このグループの投入により、東西線に暫定配置されていた8000系の8112から8114階が、半蔵門線に転属した。二次社1989年度製造の、第04から06編成が該当する。現存編成は千代田線に転用された第6編成のみ。また、この投入から、5000系の置き換えが始まっている。 3次社1990年度製造の第07から09編成が該当する。前者がインドネシアに譲渡されたが、第7編成は後に廃車となった。4次社1991年度製造の第10から14編成が該当する。現存している編成は第13.14編成のみ。第15から18編成1992年度製造の 第15から18編成が該当する。ワイドドア車の量産車で、主回路は、初期ロットと同じ高周波分巻きチョッパ制御、編成構成は 5M5T に戻る。第19から24編成主回路に、同時期に製造された、千代田専用の06系と同一のイグブと素子の、VVVF インバータ制御とモノリンク式、ボルスタレス台車を採用した。 主電動機出力は 205kW 台とされ、第14編成とは異なり、軌道加速度は時速 3.3kmS とされている。前面窓の内側にはインバータ制御車であることを示す小さな V マークが貼り付けされている。MT 比は第14編成と同じ 4M6T だが、編成構成が異なり、各電動車はすべて 1M 方式となった。 パンタグラフは、各電動車に一機を搭載する。そのうち、第24編成は、廃車となった5000系アルミ車から一部の部品が、リサイクルされた車両である。車外では、窓割り付けも06系、07系と同一に、変更され、座席配置が4から6から7から6から4人掛けとなっている。このグループから、側面の窓の一部が、固定窓となっており、 開閉できるのは両側面2箇所ずつの計4箇所である。側窓の配置は中間車の場合 WD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 W である。車内は設備に見直しがあり、一人分の座席幅を 440mm から 450mm に拡大、袖仕切り上部のパイプには座席用のモケット布地が巻かれている。側窓は 大きさが拡大されたためにカーテンは引っ掛け式からフリーストップ式に変更された。窓枠は以後アルミ製に戻されている。さらに車椅子での乗降、移動を考慮して床面高さを 1175mm から 1150mm に下げ、連結面は貫通道幅を 800mm から 900mm 幅に拡大した。貫通扉は ドアガラスを下方まで拡大したものに変更し、つまめん窓は廃止された。車椅子スペースではその脇に二人分の座席を設置した。第14編成と同様に電動車の床に設置されていたトラップドアは廃止された。冷房装置はインバータ式だが外気導入型となり、さらにマイコンにより最適な空調を選択する全自動空調機能が追加された。 装置着せには、前後に、FRP 製のカバーを取り付けた丸みを帯びた、形状に変更された。また、社外案内用スピーカーは、外反取り付けからクーラー着せ内蔵型に変更した。電源装置である DC、DC コンバータは、メーカー、出力に変更はないが、素子に、イグブと素子を使用したものに変更された。先区による、配色、前面。 装備機器等の違いを除くと、6.07系とは、以下のような相違点がある。6次九1993年度製造の、第19から21編成が該当する。7次九1994年度製造の第22から24編成が該当する。第24編成の投入で、東西線からは5000系の非冷房車が一掃され、冷房車は延命工事も受けていたため、 霊ゴ系の投入は一旦中断し、1999年度から投入が再開された。同編成の落成以来から5年が経過していたため、新造者であることを強くアピールするために、全面的に設計変更され、別形式とも思わせるスタイルで登場した。外観は、デザインコンセプトは、スピード感だが、正面のデザインをマイナーチェンジし、 縦曲線主体の形状とした。フロントガラスも縦曲面で全体的に八角形に近い形となった。下部には新たにスカートが設置された。全焦灯と微灯は丸型となり斜めに設置され、この部分には全焦灯と微灯を収める成形品が装着されている。車体ラインカラー2本は濃い方の帯は紺色に近くなり、明るい色の帯の色も変更され、 二色の帯の色の差が大きくなった。さらに、A 段車両であることを強調するため、側面の乗務員室扉直後へ、大型 S マークの貼り付け、さらに、側窓状の S マークもやや大きくした。この他に行き先表示器は LED 式で変わりないが、正面、側面ともに高輝度の LED を使用し、視認性の向上を図った。 車両間転落防止ホロが新生児から取り付けられた。客室内装は全面的に変更され、カラースキームが茶色系をベースとした色調に指針された。座席は側壁で支持する型持ち式となり、バケット形状も変更された。乗務員室においても配色が見直され、また運転台は左手操作式のワンハンドルマスコンとなるなど仕様が大幅に見直された。 これらのことから、例語 NK や、新例語系とも呼ばれるが、正式の称号は従来通り例語系のままである。鉄道雑誌など会社が発信する外部向け資料には、正式に、例語 NK と表記されていることが多いため、ここでは、表記を、例語 NK に統一する。ただし N が例語系の前に、表記されて、N 例語系とされることもある。なお、 2000年2月に発売されたデビュー記念 SF メトロカードや2007年1月27日開催のさよなら5000系イベントの告知には新霊語系と表記されているほか東西線40周年イベントでは霊語系最新車と案内されていた第25から33編成車体構造は既存の霊語系と同様に アルミニウムの大型押し出し型材を組み合わせたものである。ただし、使用材料は、廃車時におけるリサイクル性を向上させるために、亜鉛の使用を少なくした材質に統一を図ったほか、側構え体の溶接の一部に摩擦角半接合を採用し、出来栄えの向上をさせている。主回路は、IPM の2レベルに変更した、VVVF インバータ制御を採用した。 制御装置は、回路の簡略化、小型化が図られ、制御素子は高耐圧の 3300V1200A に増強、個別制御から 1C2M2 群制御に変更された。制御方式には、ベクトル制御や、ファインファジーコントロールを採用することで、トルク制御の向上が図られている。また、騒音対策として、高周波変調。 特定周波を分散させる、ゼロベクトル変調方式を採用している。主回路用の断流器高速度遮断器には、電磁接触器を採用しており、保守性の向上が図られている。空気や縮肪機は、従来のレシプロ式の C-2500、LB 型で変更はないが、除湿装置は吸着剤方式から、中空糸膜式方式とすることで、 装置の小型軽量化が図られている。編成形態は6.7次車と同様の4 m 6 t 構成、主電動機出力は 205kW 台である。台車は6.7次車と、基本的には同一のモノリンク式、ボルスタレス方式だが、保守性の向上を目的に一部改良した。終電装置は、従来車両と同様の筆型だが、同時期に、 塩田専用の6000系、有楽町専用7000系の先頭車より撤去した、パンタグラフの大枠、針外し装置、下げシリンダなどの一部部品を改造し、本車両に搭載した。客室内装は前述したが、座席周りでは、袖仕切りが大型の丸みを帯びた形状となった。袖仕切りは、同時期に製造された、南北専用の9000系4次車と同様の形状の、 ものであるが、以下のような相違点がある。その他、つま面は、貫通扉の戸袋となっている箇所へ、つま面窓が設置された。また、座席の片持ち式化により、ドアコックは、座席下から、側扉上部右側に移設した。合わせて暖房機もけ込み内蔵の反射型から座席、吊り下げ式の副車型に変更した。さらに側扉、連結面貫通扉について、 従来は化粧板を骨組みに強固に接着する、張り替え不能式で、ドア本体の再利用不可能であったが、これを取り替え式に変更し、更新時に、ドア本体の再利用が可能なように変更した。8次社1999年度製造の第25から27編成が該当する。9次社2000年度製造の第28から30編成が該当する。 従事者2001年度製造の第31から33編成が該当する。第34から39編成同時期に半蔵門専用として製造される 08K の設計思想を取り入れ、仕様変更により安全性の向上、コストダウン等を図った。08K 同様に2000年3月に発生した日比谷線脱線事故を踏まえた。 車体構造の強化と安全性の向上を目的に設計変更した台車を採用した。車体の窓割りは A 段とこれに乗り入れる鉄道事業者で協議して定めた規格に基づいたものとなり座席配置は標準的な3から7から7から7から3人掛けとなっている。車体は構造が見直され側構え体は 中空押し出し型材構成として、シングルスキン構造からダブルスキン構造に変更したほか、車体隅柱には、厚肉化した三角形断面の衝突柱を設置して、衝突事故時における、車体強度の向上を図った。合わせて台車は、モノリンク式、ボルスタレス方式で変更はないが、曲線通過性の向上や保守性の向上を目的に、 構造を変更したものとなった。なお、製造メーカーは異なるが、08K で採用した日本、車両製の ND-730 型と、同一構造である。さらにバリアフリーの観点から、床面高さを、それまでの 1150mm から 1140mm へ低下させた。全消灯は、自動車などにも普及している。 HID 等を搭載し、視認性の確保も合わせて行っている。社外の車両番号表記など、各種表記を、プレート式から、ステッカー貼り付け式に変更している。これは、車内の各種表記も同様である。側窓は、ドア間で均等な配置となり、ドア間の7人掛け部は2分割で開閉可能な窓、車端部は、固定式の単窓に変更された。 連結面はすべてに、つま面窓が設置されたが、それまでよりも、若干小さくなった。その他、袖仕切り形状が変更されたほか、網棚形状も簡易な構造となった。7人掛けロングシート部には3プラス4で区切る、スタンションポールが設けられたほか、車椅子スペース部にあった座席は廃止した。乗務員室内ほぼ同じだが、ブレーキ指示系は、 アナログ形式から 08K と同様の立候ノッチも表示する LED 表示等式のものとなった。車掌スイッチは機械式から間接制御式に変更した。また機器についても変更点があり、MT 比は直下制御車と同じ 5M5T に戻っている。性能向上は 08K 設計によるものであり、半蔵門線建設士によると、 東西線ではそこまでの性能は必要とはされないが、共通化のため同一性能になったとされている。ただし、線区による違いを除いても、以下のような相違点がある。このグループから、終電装置は、シングルアーム式パンタグラフに変更した。これは05から200型と05から800型に2機、05から500型に1機搭載されている。その後、 このグループは編成中のパンタグラフを2台搭載した車両の降下が行われている。当初は第35編成で行われていたが、現在では第34編成を除き3期仕様となっている。降下したパンタグラフの側面上部には黄色い印が付けられている。11時社2002年度製造の第34から36編成が該当する。 12次社2003年度製造の第37から39編成が該当する。第40から43編成東京地下鉄発足後の2004年度製造の第40から43編成が13次社に該当する。このグループは新技術を採用した次世代系通勤車両、今後の標準車両として東洋高速鉄道と共同開発したものである。 東洋高速2000系仕様の共通化、同時発注、複数年に一括発注の新契約方式により、今までの例語 NK と比べて、約15%のコストダウンを図った。設計にあたっては、車両のコストダウン、衝突安全性向上、リサイクル性向上、火災対策、車体の高精度化と上質化、快適性の向上をコンセプトとした。 東洋高速鉄道との協定により、日立製作所提唱の A トレーンの構え体を採用している。なお、日立製車両の導入は、A 団時代1964年の丸の内専用、500K の801.802号車以来、40年振りの導入となった。また、標準車両の規格にも適合する。従来の車両構え体は、 アルミニウムの骨組みを基本とし、これらを溶接棒を用いたミグ溶接を基本に組み立てていた。この13次社では屋根構え体、側構え体、台枠などすべての構え体をダブルスキン構造の中空押し出し型材で構成し、これらを20メートルを通して摩擦角反接合にて接合するオールダブルスキン構造を採用した。 さらに複雑な形状をする戦闘車前頭部側面は、骨組み構成をやめ、一枚のアルミ板から三次、元削り出し加工にて製作している。また、内装や床下機器製作には、モジュール化、アウトワーク化を実施している。従来は内装、床下配線、配管は骨組みに対し、現物合わせで組み立てていた。十三次車では、中央天井、 側天井、釣り手、腰掛けの核モジュールや配線、配管モジュールを前もってアウトワークにて製作し、これらの核モジュールをダブルスキン構前体の一部であるマウンティングレールにボルトで固定する方法を採用している。これにより構造の簡素化、部品点数削減、コストダウンを図っている。外観では屋根構造が張り上げ屋根となり、車端部の窓は 車体との段差をほぼなくしたほか、車外の側扉引き込み防止ゴムが省略された。車端部では炭柱を強化した三角形の断面構造とし、側構え体と妻構え体と強固に接合させた。これにより11時車までよりも車体強度を向上させ、衝突事故時の安全性をより向上させた。客室においては、韓国、 手口火鉄放火事件を教訓として火災発生時に塩素ガスやシアン化ガス等の有毒ガスの発生源となる塩化ビニルや FRP 等の合成樹脂系材料の使用を取りやめている。また内装材はリサイクル性の向上のため車体材料と同じアルミニウムの使用部材を多用するモノアロイ化を図っている。座席は一人分ごとに区分されたセパレートシート化され 一人分の掛け幅は4 6 0ト、mm、ルに拡大した。袖仕切りは形状が変更された。床材は塩化ビニール系から火災発生時に有毒ガスの発生しない灰色のゴム材となった。側扉横の手すりは戸柱と一体化したアルミ型材に車両間貫通扉はドアクローザ式から傾斜式に変更。持ち手は従来よりも長い手すり状となった。 火災対策として、釣り革は、釣り和材質を、ポリエステル樹脂に、ベルトは溶融的下のしないナイロン繊維性を、使用している。釣り手棒受けは従来車では、アルミの中空品に、白色の焼き付け塗装をしたものであったが、このグループは、アルミの無塗装品で、板状のものに変更した。車体の上質化として、側壁の非常通報器、ドアコック、 ドア上のカモイ点検ブタブの車内案内表示器を内装パネルとの段差をなくし見つけをスッキリさせた。また仕様の見直しによってラインデリアの台数を各社2台削減、側扉ガラスの短板ガラスか、側窓のカーテンは引っ掛け式に戻された。さらに車内案内表示器は全扉上配置から千鳥配置とし、表示器のないドア上部にはこのドアが開きます。 反対側のドアが開きますの、表示ランプが設置された。中間車は2.9号車の車椅子スペースを設置しているが、新たに3から8号車にはフリースペースを設置した。フリースペースは座席のない点では車椅子スペースと同様だが、後車は車椅子利用者の安全上から非常通報器と車椅子固定ベルトを設置するが、前車は 大きな荷物を持った乗客のためのスペースとしており、非常通報機と固定ベルトは省略されている。制御装置は三菱電機製だが、PG センサレス方式、純電気ブレーキ対応型となった。編成蘇生は11時車以降と同じであるが、パンタグラフは編成で5台から3台に削減された。床下機器では、別々に偽装していた。 主回路用断流器と高速度遮断器は一つの箱に集約したほか、補助回路用高速度遮断器も一つの箱に集約している。付随車3両に設置されていた第2弦空気ダメは、空気圧縮機搭載車の第1弦空気ダメの容量を大きくすることで廃止したほか、別々であった保安空気ダメと、と平空気ダメは二室空気ダメとして一体化されている。 従来は独立して設置していた機器類は共通機器箱に集約した。これらは偽装工程の削減、コストダウン、小メンテナンス化のためである。概要にある通り、このグループは当初東洋高速車を含めて19本投入する計画となっていたが、計画が変更され、1万系の投入に伴う0 7系の有楽町線から東西線への転属で、 補充することとなった。このため、第44から47編成の製造計画は中止され、2004年度に製造された第40から43編成4本と東洋車11本の15本で終了となった。ここでは、共通事項や基本項目などについて説明する。上記の内容は、落成時点のものである。改造による変更点は講述する。 前述のように7次車までと8次車以降でデザインが大幅に異なっている。しかし基本的な窓配置は車外から見て右半分を占める大窓上部に行き先表示器があり、その左側に非常扉窓があり、上部に白地で車両番号が表記され、さらに左側に細長い窓があり、上部に運行番号表示器が収められている。微等は 全車 LED 式である。ワイパーは右側の大窓のみに設置されている。連結器は密着連結器である。非常扉はプラグドアを採用し、車外から見て左側にスライドする。電気笛は 07K などより音の低いものが使用されている。現在は第04編成を除いて運転席前の大窓に車高フィルムを貼り付けする。なお、運転大丈夫には、 日よけとして、アクリル製の光線、よけがある。前述のように、製造年次によって、側窓配置が異なっているが、どの編成も側窓の上部と側扉の上部の高さが、ほぼ揃っている。開閉可能窓は、すべて一段加工窓である。車外放送用スピーカーは5次社までは、車体側面に直接取り付けられているが、6次社以降は、冷房装置規制に内蔵されている。 屋根構造は13次車のみ張り上げ屋根となっている。連結間にある車両間転落防止ホロは、例語、K では1999年から2000年頃に改造で設置したが、例後 NK では全車が新生児より設置されている。ラインカラーの帯は前述のように7時車までと例後 NK で異なっているが、共に側面には腰部に貼られており、 側扉及び乗務員室扉にも貼られている。例 5NK の方が貼り付け位置はやや低く、太い帯の幅がやや広くなっている。7時車までは前面と帯が繋がっているが、例 5NK ではデザイン上前面の帯とは繋がっていない。冷房装置は集中式を搭載する。装置は1から5時車はインバータ制御式で外観規制形状は角張った形状である。 インバータ制御方式は、きめ細かな温度制御や、省エネルギー効果が高いという特徴がある。能力は9次車まで 48.84kW で、ある。6次車からは、外気導入系のインバータ制御式とし、外観工場を目的にタンブを、FRP 製の局面カバーを取り付け、さらに薄型化と細長い形状に変更した。空調運転モードはー、冷房。 暖房、除湿、送風に加え、カレンダー機能と車内外の外気に応じて、マイコンにより自動選択をする、全自動モードを追加した。その後、十時車以降は快適性向上を目的に、能力を 58.14kW に強化した。さらにインバータ制御方式をやめ、一般的な稼働率制御方式に変更し、外観規制形状も角張った形状となった。 これは、インバータ制御方式では、コスト面で不利なことや特に下記におけるドア開閉による、車内温度上昇に対処ができないためであるとしている。なお、6.7次車も後年にこの方式へと、改造された。先頭車の屋根上には、JR 専用の列車無線アンテナと信号円管が、設置されている。また、3号車、 または4号車の連結面つま面と床下,下には、東西線、東洋高速線用の誘導無線アンテナが設置されている。パンタグラフは、菱形搭載車は、PT-4301S 型、シングルアーム車は、PT-7136E 型である。落成当初の行き先表示器は、前面、側面ともに、第零一から十三編成が、 字幕式、第14編成以降は三色 LED であったが、B オサム工事試行後の、第14から18編成は、フルカラー LED 式、千代田線転用後の、第1.036.13編成は八色カラー LED 式に変更されている。側面の設置位置は、ワイドドア車のみ、車体中央部の側窓の上に設置されている。それ以外の編成では、 横から見て中央より一つ右の側窓上部に設置している。幕式の車両は全面、側面ともにローマ字兵器で、初体はゴシック体であった。なお、落成当初は側面にローマ字兵器はなかったが、1996年の東洋高速鉄道線開業に伴い、1999年までに順次、全面、側面ともに、 方向膜が交換され、ローマ字入りとなった。三色 LED 車では、初体は明朝からだとして、側面は、ローマ字兵器があるが、前面は、側面表示器よりもドットが荒く、日本語のみである。前面、側面ともに、LED 表示器は、例語 K のものは定期度品だが、例語 NK では高気度品を使用し、視認性の向上が図られている。 なお、後に0語系も、前面、側面ともに 05N 同様の高気度品への交換が実施された。フルカラー LED 車は、初体は、ゴシック体を使用しており、前面、側面とも、ローマ字兵器である。種別表示は、各駅停車の場合は当初は、無表示であったが、2016年頃から順次、確定、または、各駅停車と表示されるように変更された。 三色 LED 車は、四文字の種別は二文字で、表記される。千代田線北綾瀬支線については、綾瀬北綾瀬及び、ワンマンの交互表示である。シンボルマークは、A 段時代は、前面では、非常扉の帯部分に、側面では、側窓上部に、A 段段章 S マークを一箇所設置していた。その後の例語 NK からは、乗務員室扉直後に、 大型の S マークを追加した。ミニエ時カジには、前編成が、東京メトロ、ハート M マークへの張り替えが実施された。前面は、左側の細長い窓上部へ、側面側窓上部は、同じ位置に、ハート M マークへと交換した。さらに側面乗務員室扉直後には、ハート M と、東京メトロ二つのロゴマークが貼り付けられた。また、 東京地下鉄への移行期である2003年末からは、先頭車の非常後部と側面にあった A 段マークを撤去し、先頭車の前面上部、乗務員扉直後と側面に、東京地下鉄のマークを貼り付けていた。ただし、前面上部は黒シール、乗務員室扉直後は白シール、側面は上から A 段マークを貼って隠していた。 零五系一から七次車の内装は、内板は、ラインカラーである水色を、ベージュ系にアレンジしたものとした。床材は中央ベージュ、外側を青緑色とした、フットライン入りである。袖仕切りは零三系とほぼ同じ形状で、二棚端と一体形状のものである。網棚は、ステンレス線を、格子状に、スポット溶接したもので、十次車まで。 同様のものが使用されている。側窓のロールアップ式カーテンは水色の単色品である。その後、6.7次車については、床材は灰色の単色品に、カーテンは8次車以降と同様の破線状の模様入りに交換されている。例語 NK では使用が全面的に変更され、内板は光沢仕上げから艶消しの明るいベージュ色に、 床材は8から10時車は濃い茶色系の2色、11.12次車は濃い茶色系単色品を使用している。13次車では火災対策からそれまでの塩化ビニル系材料をやめ、灰色のゴム材を使用した。ゴム材自体が滑りにくい素材のため出入口部の滑り止め加工は省略した。袖地切りは濃いベージュ色で8から10時車、11.12次車、 13時車で、形状が異なる。二棚形状は8から10時車では、座席前の網棚受けは、板状のアルミ材に化粧シートを貼った形状だが、11時車以降では、コストダウンのため簡易な構造とされ、二棚受け形状を変更、二棚網も簡単な金網式に変更されている。一般席の座席モケットは1から7時車は、濃いピンク色の飛び降りで、 背もたれの部分に区分柄があるものを使用し、優先席は紺色にシルバーライン入りの表地を使用している。8時車以降の一般席の座席モケットは、濃い赤色系で灼薬の花びらをイメージした、ジャカードーリーのピアニーレッド色に変更され、優先席は、同仕上げで、青色の表地を使用している。1から5次車では、車端部の壁は、段差があり、消火器は、 そこの収納規制に収められている。6から10次車では、車両の構造上段差はなく、消火器規制は、客室側に出っ張っている。11次車以降は、初期車と同型へ戻されている。側扉は、室内側も化粧板貼り付けで、ドアガラスは、単板ガラス車は金属を抑え、服装ガラス車は、白色成形品と、ゴムによる、支持方式である。次車までは、 室内側扉脇に手すりが設置されているが、13時車では、側扉脇の縦面と一体化したアルミの形材に変更された。また、側扉の取っ手は12時車までは、両側の扉に設置しているが、13時車では、片側の扉だけに付けられている。各車両間の貫通扉は片開き式で、扉のガラスは6時車以降では、下方向に長いものとなっている。 この扉も、室内側は化粧板仕上げとしており、8から12時車は、袖仕切りと同一の濃い茶色だが、それ以外の編成は、室内の化粧板と同様のものである。車椅子スペースは、設置をする編成では2.9号車に設置されている。車端部が4人掛け座席構造となる6から10時車では2人掛け座席を、設置するが、それ以外の編成では、 座席の設置はない。また、この部分は、側窓と重なるために8次車以降では、袖仕切りの高さが低いものとなっている。釣り革は12次車までは、東京地下鉄標準のポリカーボネート製で、白色の三角形のものである。その後、優先席部は2005年末に、オレンジ色のものに交換されている。また、乗務員室直後の部分では、 枕木方向の釣り革が設置されている編成と設置されていない編成がある。なお、13自社においては火災対策から釣り輪材質がポリエステル樹脂に変更され、釣り革のベルトは塩化ビニル製からナイロン製とされた。車内冷房の拡散にはダクト方式を採用し、天井中央には補助送風機であるラインデリアの収納されたー風板がある。 12時車までは、ラインデリアは、先頭車9台、中間車10台を設置し、また車内放送用スピーカーも6台収納されている。13時車では、仕様の見直しによって冷房吹器出口は、蛍光灯反射板と一体化、ラインデリアは、設置台数は、先頭車7台、中間車8台へと削減され、また車内放送用スピーカーは5台となった。 8から10時車の運転台11時車の運転台ノッチの表示方法が10時車までとは変更されている05系1から7時車では日比谷専用の03系とほぼ同じ構成で乗務員室内は緑色運転台系基板は紺色の配色とされたさらに右側に仕切り壁を設置している乗務員室の奥行きは 05N 系も含めて1900ミ、mm、リメートルと 広めに確保している。操作面はデスクタイプの運転台で、軽基板は傾斜が緩く、TIS モニター部分のみ軽基板が上部に出っ張っている。6次車以降では操作面や TIS 部の軽基板形状が変更されたほか、種別表示等が TIS に内蔵された。右側の仕切り壁には配電板などが設けられている。主管制御機は 縦軸回転式のツーハンドルマスコン式である。マスコンハンドルは、デッドマン装置付け、ブレーキ設定機は5次車までは取り外し式、6.7次車は、黒色の固定式である。その後の例 5NK では、全面的に見直され、室内はアイボリー色、運転台系基板は、ダークグレーの配色とされた。さらに右側の仕切り壁を廃止した。系基板は、 傾斜がきつくなり、視認性を向上させた他軽基板の配置は、南北線用の9000系に順じた配置とされた。また、13次車では、TIS 部の軽基板に段差がある。主管制御器は、左手操作系のデッドマン装置付け、ワンハンドルマスコンに変更された。右側には、勾配起動スイッチ内蔵の右手用グリップがある。配電板は、左壁に移設され、 そこにあった誘導無線操作機と非常通報受報機は操作面右端に移設され操作性の向上を図った。いずれも現在の速度計は白地に黒文字で時速 120km までメモリが刻んでありオレンジ色に伝承できるものである。落成当初、新 CSATC 非対応であった編成もあったが、それらの編成は新 CSATC 改造時に 速度計自体が交換された。また、十字車までは、ブレーキの減速度を表示する、ブレーキ指示計が設置されていたが、十一字車以降は、立行ノッチも表示できる LED 表示等式に変更されている。2008年3月頃より、JR 専用の列車無線装置を、アナログ無線からデジタル無線に変更する改造された。これにより、 デジタル無線モニター IC カードリーダーワイヤレス電話機設置箱が設置されている。乗務員室と客室との仕切り壁には客室から見て左から大窓、乗務員室扉窓、細長い窓の3枚窓が並んでいる。車高膜は大窓と乗務員室扉窓の2箇所に設置されている。いずれの窓の客室側には手すりが設置されている。なお、 乗務員室扉窓はバランサー付けで開閉可能である。給仕車まではオレンジ色、従字車以降はグレーの着色ガラスが使用されている。0 3系に採用された車両制御情報管理装置 TIS が本系列でも採用されている。この装置はマスコンや乗用ブレーキの制御指令や機器を動作監視し、故障時には 運転台にモニタリングする機能がある。また、研修作業や試験、試運転データの収集など研修用としても大きな機能がある。運転台の表示器は70車までは L ディスプレイによる単色モニターである。右上のボタンで機能を切り替えて使用するが、70車では下部にボタンがあり操作性の向上が図られている。このグループまではサービス機器の操作は 空調装置の温度補正のみができる。あとの2007年までに全車がカラー液晶式に交換された。8次車以降では、性能向上により機能拡充がされている。信頼性の向上のため電装システムを変更、完全二重電装化して、制御電装に RS-485 を採用した。画面はカラー液晶となり、7次車までの機能に加え、 従来は、別な設定機で行っていた、行き先表示、車内表示、自動放送の設定機能も追加され、乗務員の操作性向上、車両間引き投資線の削減が図られた。その後も11時車以降では機能の改良がされている。新生児の床下機器色は、明るい灰色である。基礎ブレーキはいずれも保守性に優れたユニット式編、押し踏み面ブレーキである。 軸距は SU 民電式、円錐ゴム式台車は 2200mm、それ以外は 2100mm として、曲線通過性を向上させている。全車に停車駅通過防止装置が取り付けられている。東洋町糸あるいは直通先で使われる。音は、通常の警報音に加えて、注意を促すための音があり、駅に近づくとまず注意を促す音が流れ、 その後運転士がブレーキ操作をすると警報音が流れる。零語 K1 から7時車はこの警報音が0.5秒ほど間隔を開けてピッピッピッと連続発音をするのに対し8時車以降はピッ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 と間隔を開けずに連続発音をする。最初に製造された1時車以外は落成当初から自動放送装置を搭載しており一時車も二千年頃に 自動放送装置が設置されている。現在、東西線内では、すべての編成で自動放送を流している。自動放送は、各社、ABC 気分散増複式というシステムを採用しており、走行音によって自動的に自動放送の音量が調節される仕組みになっている。車内ドア上のパンチネット部分がそのセンサである。放送は、相手会社の仕様で、 東西線内とは異なっているが、車両により放送内容に異が見られる。また、車外案内用スピーカーを搭載しており、車掌による車外放送が使用できるほか、押しボタンによる乗降促進放送が流せる。民営介護の自動放送の移り変わり民営化前は、日本語のみの自動放送が0 5系と JR の e 2 3 1 k 8 0番台で使用されていたが、 細部が1から10次車とそれ以外で異なっていた。民営化後は放送が一新された。東京メトロ東西線を走る全車両でドアチャイム付けの車内案内表示器がドア上についているが概要は車両によって様々である。B オサム試行車以外は LED スクロール式車内案内表示器を設置しており設置位置については1から7次車では 側扉上部の中央部であるが、8から12時社では表示器の横にドアコックがある、関係で左によって設置されている。1から12時社は全扉上部の設置であるが、13時社だけは、側扉点々外と一体形のアルミ材へ変更され、左右交互配置となっている。全社一段表示で、1616 16ドットで1文字を表示し、 これを11枚並べた1 6 7 6ドットで構成される。B o サム試行車については液晶ディスプレイ式の車内案内表示機に交換された。8次車以降、東洋高速2000系でも東西線内と他社線内とでも多少の違いが見られ、表示内容に関しても多少異なる。東京地下鉄では2010年度時点では、 工場検査の入場時期となる4年を基準に、車両回収時期を定めている。例5系では2000年から、シーオサム工事を実施している。施行内容は、ラインカラーの張り替え、床材の張り替え、ゴム材、シール材の交換などである。また、6.70社では前述の内容に加え、冷房装置の交換や補助電源装置の改良なども、施行している。 東西専用については、例語継承記者については一万五千0系を導入することで置き換えが実施されたが、第十四編成以降の車両については、今後も使用を継続する予定である。第十四編成において、落成から二十年以上が経過したため、二千十二年度より大規模改修工事を開始、50社の第15から18編成についても2013年度以降に、 年間一本ずつ回収されている。2014年の第18編成を皮切りに、2015年に第16編成、2016年に第15編成、2017年には第17編成に施行した。制御装置も VVVF インバータに更新されたため、第17編成の B オサムをもって、東西線で運用される車両はすべて、 VVVF インバータ制御に統一された。その後2019年には、第21編成が6次射発の大規模、改修工事を完了し試運転を行ったが、第14から18編成とは、試行内容が多少変更されている。千代田線用については、従来北あやせ支線で使用してきた5000系及び6000系配分車の車両老朽化。 また2014年3月15日ダイヤ改正に伴う運用数増への対応として東西線で使用されていた零5系に大規模改修工事を実施し千代田線の北綾瀬市線用に改造したその後2014年4月28日より千代田線北綾瀬市線での営業運転を開始している東西線用の車体外観については零5系8次車の 使用に近づけるため、ラインカラー帯の配色変更を実施したほか、全面下部に配照器を設置した。第21編成以降は、配照器の形状が変更されている。全面の車両番号表記ついては、従来配置されていた非常扉上部には、地上設備とのデータ送受信機器を設置したことに、伴い、非常扉下部への配置に変更された。車外の全面。 側面行き先表示器は三色 LED 方式を、種別表示を、フルカラー LED、行き先表示を白色 LED 表示に更新した。千代田専用のラインカラー体は、銅線で運用されている16000系と同じ、緑色系の三色体に貼り替え、合わせて、ホームドアのあるホームからも見える、要、側窓上部にも、新たに貼り付けしている。銅線用も、 全面の車両番号表記ついては、従来配置されていた非常扉上部に、車上 CCTV の映像受信用のミリ波、受信装置を設置したことに伴い、非常扉下部への配置に変更された。全面行き先表示器は発色から LED に更新している。車内は化粧板、客用、ドア、床敷物の取り替えが実施されており、 東西専用の内装カラーは15000系ベースとした、ライトグレー系とした。床式物については、火災対策にも適合したゴム素材のものとなっている。千代田専用は、内装カラーをアイボリー系、床式物と、座席表地は、紺色とした。座席端部に設置した袖式板は、大型化させているほか、各座席間にスタンションポールを新設している。 いずれも LED の車内照明に交換された。バリアフリーの促進を図るため、車内に車椅子スペースを新設しているほか、各客用、ドア上部には、ドア開閉時、または上高促進ブザー名同時に赤く点滅する、ドア開閉表示灯を新設。また、各客用、ドア下部には、車内と出入口の識別を図る、出入口識別表示板を新設した。 優先席部は座席表時の色調変更に加え、付近の吊り革と座席端の袖仕切り立て握り棒をオレンジ色着色として識別している。また、優先席前の吊り革高さは 1660mm から 1580mm へと低下させて使いやすさを向上させている。車内の角度ア上部には17インチ液晶ディスプレイを用いた。 車内案内表示器を設置した。LCD 画面は2台が設置され、左側を東京メトロビジョンの広告動画用として、右側を行き先案内、乗り換え案内等の旅客案内用として使用する。放送装置は機器の更新を実施するとともに、車内非常通報装置については、警報式から乗務員と相互に通話が可能な通話式に更新された。都平装置は、 空気式だが、兵日後に一定時間個兵力を弱めると平地から弱め制御機構が追加されている。冷房装置は、インバータ制御方式から稼働率制御方式で、冷房能力 58.14kW に、更新した。この冷房装置端部には、社外放送用スピーカーが内蔵されている。東西専用の乗務員室については15000、K と同様の仕様。 配置に一新された。運転台ユニットは15000系と同等の左手操作系ワンハンドル式に変更し、乗務員の聞き取り扱いの統一を図っている。千代田線用の運転台ユニットは両手操作系ワンハンドルマスコンに更新し、ワンマン運転への対応として、運転台上部には車上 CCTV を設置している。車掌スイッチについては、 電気的に保持する間接制御式に交換されている。東西専用4次車の第14編成は、編成における MT 比 4M6T に変更はないが、5次車の第15から18編成のワイドドア車は、車両の仕様を統一するため、編成形態の変更が実施され、一両を電装解除して MT 比を第14編成に揃えている。なお、 機器の更新により、軌道加速度は、時速 3.0km、S から時速 3.3km、S に向上している。制御装置は、第14から18編成は、千代田線 16000K1 から3次車と同等の、永久磁石同期電動機を用いた、東芝製のイブブと阻止仕様の2レベル、VVVF インバータ制御に一新した。 六次社の第19編成以降は16000系四次社と同等の三菱電機製イグ部と VVVF インバータ制御に更新した。東西専用の制御方式は各軸個別方式の 1C1M4 群制御としており、個別制御の場合には制御装置本体の大型化が予想されるが、本回収車では2軍分のインバータユニットを一つに、 集約した通院1系を採用することで装置本体の小型化測った。歯車比は109,14を踏襲し、主電動機は PMSM を採用することで従来の参照誘導電動機よりも高効率での使用が可能となっている。千代田線用の編成は東西線で使用されていた両戦闘車と中間車1両を3両編成化した。 編成形態は 2M1T だが、実質的には 1.5M1.5T となっている。素子には、ハイブリッドシックモジュール素子を使用した、VVVF インバータ制御を採用した。シックモジュール素子の採用により、装置の小型化及び電力消費量の大幅な、削減が図られている。電動車に両中、各社とも、綾瀬川から数えて三軸目は、 付随軸となっていることから、制御は 1C3M2 軍構成となっている。主電動機は、日比谷専用を03系更新車で採用した 185kW 出力のカゴ形参照誘導電動機を採用した。両専用ともブレーキ装置は保守性向上のため、中継弁を介した方式から各社1台のブレーキ作用装置に集約している。また、 東西線用のブレーキ制御は16000系で実績のある車両制御情報管理装置を活用した編成単位での遅れ込め制御を採用した。これはブレーキ指令イコール編成で必要なブレーキ力から全電動車で負担できる回正ブレーキ力を引いた不足分を全制御車、不随車の空気ブレーキで負担する方式である。東西線用の終電装置は 編成形態の変更により、各電動車にシングルアーム式パンタグラフを一機の搭載とした。また、運転台の TIS モニター画面で、パンタグラフの上昇を確認するためのパンタ、上昇検知装置を新設している。千代田専用の終電装置は、従来のひし形タイプを流用しながら、パンタ上昇検知装置を新設している。東西専用の台車は、 東西線の走行条件を考慮して、大車枠の改修を行い、強度の向上を図っている。その他、走行安全性の向上を目的に、隠し改良が施されている。千代田線用においても、蒸気のほか廃車車両から、電動台車枠を流用することで、すべての大車枠が、電動台車枠となっている。両線用とも空気圧縮機は、実績のある。 スクロール式コンプレッサが採用されている。この装置は周辺機器を含めて一体の箱に収めたもので、騒音低減やメンテナンス性に優れたものである。東西専用の補助電源装置は DC、DC コンバータに代わり、イグブと素子を使用した容量2 4 9区場の静止系インバータを編成で2台搭載した。千代田専用の補助電源装置は、 ハイブリッドシックモジュール素子を使用した150区は、出力の大気二重系構成の静止系インバータを採用している。蓄電池は保守性向上のため、ポケット式を消結式に更新し、合わせて、車内電気機器の増加に伴い容量の増加、編成での搭載台数を3台から2台に削減している。搭載専用は、車両搭載機器の制御を行う。 車両を制御情報管理装置を15000系と同等のラダー型伝送方式に更新し、新たに車両の検査機元管理機能、パンタグラフ不一致検知機能、運転状況記録装置の代わりとして、トレインコンディションレコーダー機能が追加されている。千代田専用についても、ラダー型伝送方式への更新が実施されている。編成表等材専用の編成は、 深川県社区に所属している。東京地下鉄車の運用すべてに入ることができる。同じく深川に所属する0 7系1 5 0 0 0系と共通で運用されている。重要部、全般検査は深川工場で行われる。編成を2分割しても走行できるようになっている。なお、編成の中間に簡易運転台があるが、非戦闘車を先頭に走行する場合、 簡易運転台ではなく無車席の牽引車を使用している。千代田線北綾瀬市線用の編成は綾瀬県社区に所属している。綾瀬北、綾瀬間での営業運転のほか、新木場車両基地内にある総合研修訓練センターの訓練車としても使用されている。東京メトロ1周年ヘッドマークを掲出した第42編成英語系を使用した。 ヘッドマーク付き列車には以下のようなものがあった。東京地下鉄では2009年度末から2011年度にかけてワイドドアの15000系を導入し、05系の1から4次車を置き換える予定と発表した。まず、2010年に第2.07から11編成が運用を終了し、最後まで残った第1.03から6.1213。 編成も2011年夏で運用終了となった。東西線に最後まで残った編成は第06編成で7月18日をもって東西線から方向幕車は消滅した。また、廃車を逃れた第14編成は大規模改造の上、現在も運用されている。このうち一部車両は廃車され、また第1.036.13編成の4本に ついては3両編成への短縮などの転積改造を、試行の上で、千代田線北綾瀬市線用へと転用されている。第11編成は2010年5月に両戦闘車2両と例語から511の3両が、深川県尺行徳分室から搬出され、途中東京港から神戸港まで、船舶輸送された後、近畿車両へ陸送で搬入された。 第2.045.07から10.12編成については2010から2012年中にインドネシアの PT ケレタコミューターインドネシアへと譲渡され 4M4T の8両で運用されている。なお、第07編成は2014年末に事故で廃車された。ありがとうございます。